あのレイダーの件は片付いたか？レイダーたちを片付けてやった。本当か？そんないいニュースを聞くのは久しぶりだ。いやどうも、コモンウェルスミニッツメンのプレストン・ガービーだ。ここではミニッツメンはいつでも大歓迎だ。あんたがどれだけ我々の助けになったか。助けがいるときはミニッツメンを頼ってくれ。ああそうだな、そうだな。それに戻った方がいい。お会いできてよかった。あの醜いデカブツどもにはしてやられたよ。え？最近作物がよく育ってる。助けに来てくれたのか。そうだ、何があった？スーパーミュータントが数日前にやってきた。数は少なかったが、撃退するまでにかなりの被害を受けてしまった。誰も殺されなかったのは奇跡だ。でも奴らはまた戻ってくるぞ。今度は増援部隊を連れてくるはずだ。ひとまずなんとか撃退したが、守りを固めるのに力を貸してくれないか。何でもいいから頼む。一緒に。信じられない、勝ったわ。自分たちだけじゃ勝つことは無理だった。信じられない、勝ったぞ。自分たちだけじゃ勝つことは無理だった。ミニミツメンが助けに来てくれたことを決して忘れないよ。時間はあるか？何の用だ？初めて会った時は正直に認めるが疑っていた。だがあんたがやってきたことは心を動かすことばかりだった。あんたはまさにミニツメが必要としていた危機から救い出してくれる人だ。どうしてミニツメに起きたことをそんなに気にかけるんだ？子供の頃、ミニツメはヒーローだった。この辺りの正義の味方といえば彼らだけだったんだ。17になってエズラ・ホリスの隊に入った。彼は正義の味方の一員だった。昔ながらのミニッツメンのやり方に忠実で信じてた。そこで何年か幸せな年を過ごした。自分より大きな存在の一部であるような気がしたんだ。連邦をもっといい場所にするために頑張っていたと。その頃そんなにうまくいってたのなら、どうやってそんなに早く壊滅したんだ？見えていなかったこと、あるいは注意を払うほど知らなかったことがたくさんあった。いろいろなグループの間には駆け引きも対立も憎しみもあるものだ。ベッカ将軍が抑え込んでいたんだと思う。なんとかみんなをつなぎ止めていたんだ。だが彼が殺されて全てが明るみに出た。初めは信じられなかった。ミニッツメンは何よりも人々を優先して守る組織だったはずなのに。考えが甘かったと思うだろうな。そう思うよ。全てが終わった今もそうだ。今もまだミニッツメンはかつてずっと思っていたものになれると信じてる。正義の味方に。ああ、正義の味方だ。ベストを尽くしてる。その多くはあんたを模範としている。だから言おうとしているのは、ありがとう。とにかく時間を取って聞いてくれて感謝する。いつでもどうぞ、プレストン。ありがとうな。戻った方がいいだろう。すみません。助けて、友達が誘拐されたの。落ち着け。何があったか説明してくれ。数日以内に身代金を取りに来ると言ってた。払わなければ彼は殺されてしまう。でもそんなお金どうやって用意すれば。大丈夫、取り戻してきてやる。ミニッツメに助けを求めたけど、まさか来てくれるとは思わなかったわ。
彼を助けてあげて。すまない、将軍。ちょっと時間はあるか。どうぞ、話して。ほら、ミニツメを率いてほしいって頼んだとき、とてもできそうにない仕事を任せてしまったと思った。あんなことを引き受けるように頼む権利なんかなかった。あの時は自分でも必死だったと思う。なぜ引き受けてくれたのか、今もわからない。俺のためか、連邦のためか、それとも他の理由があったのか。だがそれは大した問題じゃない。ただ、引き受けてくれたことに感謝してるということを知ってもらいたいだけだ。あの時見つけてくれなかったら、今こうしてここにいなかったろう。本当に信じられない。信頼を寄せてくれてありがとう。何より一番聞きたい人からそんな言葉を聞けて嬉しいよ。いいチームだな、将軍。それは間違いない。随分時間を取ってしまった。戻った方がいい。ここなら焦ることなくできることだけやればいい。なあ、ちょっといいか。何度も自分で信用を勝ち取ってきたはずだ。まさに正義の味方の一員だ。ありがとう、プレストン。そう思ってるのは知ってた。分かってる。だが本当に分かってくれてるのか知りたかった。とても桁外れな人だから。会った時以来心から尊敬してる。リーダーとしても友人としても。大抵の人は自分を優先する。たとえ善良な人であっても。だがあんたは違う。心から他人を気にかける。都合が悪くても安全でさえなくても正しいことだから、人を助けるためだから、それだけの理由で自分の命を危険にさらす姿を一度ならず見てきた。これだけは知っておいてほしい。大事なことだ。あんたが変化をもたらしてくれてるってことだ。それが少しでも真実なら、その大部分はプレストンのおかげだ。どうやってもっと正しい人間になればいいかを教えてくれた。ああ、ありがとう。そう言ってもらえるのは大きいな、本当に。わかった。おしゃべりはこの辺にしないか。ダイヤモンドシティラジオです。おい、話してくれ。ほら、補給品だ。やあ、知ってるよ。ミニッツメンのガービーだよな。尊敬してるよ。ああ、どうもありがとう。よかった。どうぞ、これを持って行ってほしい。きっと役に立つよ。おい、補給品の交換？問題なしだ。ちょっと時間はあるか。少し話したいことがあるんだ。何か悩みでもあるのか？最初に会った時、自分にとってどういう状況だったのか最近思い返しているんだ。あれは人生最悪の時だった。つまり親友たちがみんな死んで、信じてたものがみんな嘘だった。頼りにしてくれた奴らをみんな裏切ってしまった。コンコードまで連れて行ったが、生きて脱出する望みは絶たれた。あの出来事、あれは当然の成り行きだった。死ぬ覚悟はできていた。当然の報いだと思った。望んでいたものだった。自分のベストを尽くしたんだ、プレストン。起きてしまったことで自分を責めるんじゃない。何もかもが自分のせいじゃないのは分かってる。でもこれまで何度も間違った選択をしてきた。それを引き受けて生きていかなきゃならない。要するに言いたいのはこういうことだ。つまりあんたは命を救ってくれた。それは
コンコードのあのレイダーたちから助けてくれたというだけじゃないんだ。つまりそのもう一度生き続けたいと思わせてくれた。やけに感傷的な言い方かもしれないが本当にそうなんだ。もし出会ってなかったら、あるいはあんたが先にあのレイダーたちを倒してその後で話が始まっていたら、今も自分がこうしてこの辺りにいるかどうかわからない。方法を見つけられたらと思ってた。そのわかるだろう、終わらせる方法だ。自分の頭か何かを打ち抜くことじゃなく、生きていることに興味を持たなくなることだったのかもしれない。だからこのことを知っておいてもらいたかったんだ。この友情がどれだけ大きな意味を持っているのかを。ただの友達以上になることを今までに考えたことが。今までに？つまりそれは、待ってくれ、心の準備ができていなかった。話をその整理しよう。考えたことがあるかって聞いてるんだったら、その来よう。一言で言えばイエスだ。でも同じように考えてくれてるなんて思ってもみなかった。つまり死んでしまった後もなお奥さんを愛しているように思えたから、前に進めるようになってるとは思ってなかったんだ。その通りだ、プレスト。まだ前に進めそうにない。すまない。よくわかったよ。謝ることは何もないさ。おた互いに気が引けるようなことにならないといいな。気にする必要はない。すぐに立ち直る。結果が望み通りじゃなかったとしても、言葉にする機会があってよかったと思う。言うだけ言ったから、もう前を向いて進んでいける。はい。何があっても味方だ。今度は何だ。居住地からガンナーの襲撃を追い払ったという報告があった。ガンナーとは戦ったことがある。今回の襲撃はおそらく敵の防御を調べるのが目的だ。手を貸してやらないとヤバいぞ。それでは、何ていうか、いや、今はこういう話をするのに向いてる時なのか。分かってる。こんな風に打ち解けてくれて感謝するよ。ああ、よし。思っていたより自分という人間を分かってもらうことができたらしい。それは友達以上になることを考えたことがあるかって聞いてきた時だな。気持ちは変わってない。前に進めないと言っていたのは分かってる。少し時間が経ったから、もしかしたらと思ったんだ。もしかしたら機会をくれるようになっていないだろうかと。自分の気持ちが自分でもまだわからない。もっと時間が必要だ。そういうことができないのはわかってると思う。そうできたらと思うけど、わからないんだ。すまない。自分でも答えが欲しい。今も妻のことを愛してるし、それは変わらない。すまない、プレスト。わかった。たとえ望んだ答えじゃなくても答えがわかって嬉しいよ。